リュエユ・マルメゾンは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏の都市。リュエユ・マルメゾンは、県内で最大の面積を持つ。総面積のうち、約1、3である520ヘクタールが緑地である。マルメゾンの森は201ヘクタールある。地名は12世紀に現れた、ロイオレム、または、ルーアリアムが最初である。その後リイール、ルエル、ロイ、と派生し、 1928年より、現在の名称となった。ロイの元と推測されるのは、ケルト語のリワーロ、またはリアロである。ケルト語の語源を持つヤロは切り開くという意味を持ち、アルジャントイユ、ベルヌイユ、ヌイなどに見られる。加えてマルメゾンは、デュエ・ユラガ・デリエールというコミューンと区別するために、付けられたもので、東領政府やフランス第一帝政時代の記憶を呼び戻すものである。 地名の語源は定まっていないが、城でのノルマン人による虐殺を喚起させるものでないかと言われている。シャルル二世時代の870年頃、王はサンドニ修道院にこの地を与えた。12世紀終わりには、ベネディクト会派修道士が礼拝堂を建てた。1635年、修道士たちはこの地を折ュ竜へ売却し、彼はバル城へ移り住んだ。 リシュリューが1642年に死ぬと、名のアギュイオン公爵夫人が遺産を相続した。城は宮廷の避難所にされた。フロンドの乱では、ルイ14世とアンヌドートリッシュ、ジュール・マザランが避難してきた。1691年、ルイ14世の愛称マントノン夫人がリュエーユで家を借り、貧しい子供たちを受け入れて、初等教育を受けさせた。 やがてこの施設は、ベルサイユ近郊のサンシールレコールへ移った。1754年、クールブ・ボア、サンドニと同じく、リュエーユにも弊社が建てられた。スイス洋兵連隊がやってくると、リュエーユの人口は目覚ましく増えた。建築家ギヨモが建てたリュエーユの弊社は、現在も残っている。18世紀終わりに、ナポレオン・ボナパルトと妻のジョゼフィーヌ・ド・ボワルネがやってきた。 マルメゾン城の所有者であるジョゼフィーヌは建築家ペルシエ・トフォンテーヌに城を再設計させた。統領政府時代にナポレオンはデュエーユで多くの時間を過ごし、ルイジアナ買収やレジオンドヌール勲章制定といった決定をここで下した。ナポレオンと離婚したジョゼフィーヌはこの地を好んで暮らした。彼女は植物学への情熱を満たすために温室を建てた。デュエーユで生涯を 全うしたジョゼフィーヌは、リュエイユのサンピエール・サンポール教会に埋葬された。夫婦戦争さなかの1871年1月、ブゼンバルの戦いで、フランス軍はプロイセン軍に敗退した。1899年、アメリカ人のタック夫妻は、バーモント荘園と名付けたリュエイユの土地に移住した。彼らは、病院や学校建設の講演者となった。当時のリュエイユは、 鉄道が通らし、パリジャンからセーヌ川一端のカフェとして認知されていた。セーヌ川の船遊びは流行であった。パリから約 8km、ラデファンスから約 3km と、リュエーユは非常にいい立地にある。このため、850社余りがリュエーユにある。第一次産業、第二次産業はない。ありがとうございます。